皆さんこんにちは。こんにちは。毎日17時更新、はい、今日のアップバンクおすすめアプリのコーナーでございます。今日はダヴィンチになりたいそう、ダヴィンチになりたい。なんだこのラノベのタイトルみたいな鏡文字トレーニングせよということで、ダヴィンチ目がちょっと可愛い。確かになんか頬がなんか赤い感じになってる。なんかチェレてんのなんかよくわかんないけど、ポッてなってる。そう、鏡文字トレーニング。そうなんですよ。まあ、とりあえずやってみましょう。はい、お願いします。スタート。あで1位でとりあえずね、遊び方を見ましょうか。1文字5秒以内に書くべし。はい、はい、うん、スタート。はい、でお題が馬です。ほう、なのでこの馬を鏡文字になるように書く。こういうこと、わかります？え、難しくね。終了。これで点数が出ますこんなルーレット、え、やべ、おおっていう感じでダヴィンチ度が出るわけですよ。で、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これ合格すると次のステージに進めるという感じになってます。あ、すげえ、さっきブリちゃんが書いた文字が確かにちゃんと馬になってる。結構うまくない？全然うま。あ、うまい。あ、うまい。ホースじゃあ村さんやります。え、これ難しくない？難しい、結構難しい。どうぞ。ありがとうございます。はい、1文字5秒以内に書くでしょ、うん、ひよこ？ひよこ、むずい。書いたら上のマスをね一回タップしてください。すごい。こうか。そうですそうです。いよですよ。お、次こ。もうなんか跳ねるやつとか。あ、終了しました。さて何点でしょうか。お。え？マジ？あ、確かにこう見ると上手。あ、本当だ、上手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 。上手。上手だ。思ってなかった。92。え、めっちゃ上手やん。ちょっと火がちょっと火がちょっと逆に。あ、確かに。あの、この膨らみがね。よとか完璧やん。よ完璧っすね。やってみろ。みんなこれやってみろ。こんなにうまくひよこかけるか。うん、92超えられるか。調子乗ってもう一回やっていい？どうぞどうぞ。これおもろいやん。やりましょう。これおもろいやん。やった。居残り？4文字。結構むずい。結構むずい。なんか不格好結構。居残りですね。おお。さっきと同じ子です。次り。ほら。おお。あ、リーうまいんじゃない？これもしかして。モナリザさんが出てくるのか。さて、ええー？村井さんうまい。え、うま。あ、うまい。待って待って待って。めっちゃうまい。うまい。めっちゃうまい。うまい。え、めっちゃうまいやん。鏡文字の才能ありますね、村井さん。え、すげえうまいじゃん。めっちゃうまい。やべやべやべ、ちょっと。あ、ごめんなさい。養育費。おお、このね、よとかひとかがむずいんだよな、これ。普通に書いちゃったりするんですよ、たまに焦ると。よう。あ、うのね、点の向きね。No! No! 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 村井先生、村井先生クを普通に書きましたね、ナチュラルなクを。 No! 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 戻りたい、ちょっと戻りたい。戻れなかった、戻れなかった。あー、ですよね、その点数になりますよね。クがさ、クが普通のク書いちゃったから今でも合格だ。でも合格、すごい。もう一回、もう一回、やべえ、これちょっと私止まんねえな。尻、なんでいきなりこんな簡単な文字舐めてんの。尻、あんた私を舐めてんの。なんでお尻きた、いきなり。こん、簡単でしょ、こんなん。尻は大丈夫でしょ、俺。ねえ、うん、養育費からの尻ですって。おい、87で。素晴らしい。なかなか、なかなかの高得点。靴ひもむずい。く、あれ、気をつけてくださいよ。あ、あ、OK。次は火。おお、あ、ね、ちょっとなんで戻ったよ。あ、くそ。お、でも火がさ、火がさ、もう文字じゃなくなっちゃってるじゃないですか。あれは何でしょうね。あれは何でしょうね。あれは何でしょうね。鉛筆をガガガってやった時のなんか。パイですかね。記号になってる。え、やべえ、これ超おもろいじゃん。もう一回ラストやっていいですか。ラストハマってる、どうぞ。おお、長い、長いよ。更衣室。うん。
木がね、あ、こいつか。お、え、これ、これ結構いい感じじゃないですか。ルーレットが、おお。悪くない。そう、うまい。上のやつ見るとうまい。皆さん、ぜひともこれやってみてください。おもろいな、これ。面白いですね、これね。なんか、今までないですよね、こういうの。ないね。うん。鏡文字。鏡文字でございます。あの概要欄にリンク入れておきます。はい、ぜひともあのアップバンクの記事、合わせてご覧くださいませ。ご覧くださいませ。あとアップバンクの記事の方では、うん、コメント募集しております。はい、ぜひとも皆様応援コメントだったりとか、うん、ここが面白かったらだったりとか感想だったりとかいろんなコメントをお寄せください、はい、コメント書いていただいた方の中から1名様プレゼントを準備しております。今週この記事のプレゼントはこちらでございます。はい、ダイエット可愛いサポーター、こちらが当たりますので、どうぞ皆様コメントをお待ちしております。お待ちしております。以上、はい、また明日、さよなら。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。